サンタさんは5。なんて。じゃあお参りも終わったしさ、ちょっとキャメラマンとしてさ、サポーターとしてさ、デザート。デザートね。うん。じゃあついてこい。よっしゃ。行くぞ。シラタバコミアメです。梅園さん何のビデオかだんだんわからなくなってきてる。最初酒飲みとかって言ってたけど、もはやあんみ作っちゃってるからね。ありがとうございます。クリームあんみつと牛舌あんみつ、これです。白玉あんみつは白玉、クリームあんみつはアイスクリーム、そのまんまです。いやあんみつって俺取ったうまそう。いただきます。いただきます。うん、どうなの。めっちゃうまい。めっちゃうまい。あんみつってどういうことなの。あんみつは、あんみつはあんみつやろ。あんみつはあんみつなの。あんみつって俺食ったことないもん。だってあんみつって食ったことあるお前。ないないやろ。あんみつなんか食わんない。最高のあんみつ美味しかったです。ごちそうさまでした。でそのまま写真撮影ですね。隅田川ブルーイング行くんですけど、その道中のやり取りなかったんでスカイツリーと横たわった成果、これですね。これでこれもあの髪の毛見てもらったら分かるようにゴーゴーといろいろ説明してるんですけど、もうゴーゴーと風の音がうるさすぎたんで、ちょっとこのままね、このままアフレコでお届けしますよ。はい、相変わらずわちゃわちゃして多分隅田川ブルーイングとかって言ってますね。行きます行きますって言ってますね。はい、レッツゴーってやってます。アホですよアホ。とりあえず行きましょう。東京隅田川ブローイングクラフトビアインブルーツヒア。では入ります。はい、ここに来たかったんです。隅田川ブルーイング、これがまずメニューですね。僕が頼んだのはスタウトビール、スタウトビールです。で相方陣のはこのケルシュスタイル、左上ケルシュスタイルですね。これです。これそうなんですよ、ビールと共のおつまみ、最強のラインナップですよ。もう全部食べたいやつ。まあ僕らが頼んだのはちょっとお腹もいっぱいやったし、ソーセージですね、ソーセージの盛り合わせ、これを食べました。じゃあお疲れ、乾杯。バイ、お疲れ様でした。今回もねちょっとガヤガヤしてたんで、もうこのままアフレコでガーうまいなと、うまいぞこれと、なんかフルーティーやなって言ってますよ。相変わらずの表現力のなさ、フルーティースタウトガーうまいやうまいんです。そして走行してるうちに到着。これですね、これがソーセージ盛り1300円の方ですかね。うん、なんかもう一個ワンランク高いソーセージもあったんですけど、まあこれでいこうやということで、まあ、これでもね贅沢ですよ。贅沢なソーセージ最高です。ビールとソーセージなんてもう最強じゃないですか。切り分けてマスタードつけていきますよ、いきますよ。クラウソーセージクラウ隅田川でクラウ。はい、うまいうまいと納得してる。そうなんですよ、うまいですよやっぱソーセージとビール。まあもうこんなんは言わずもがなですよ。はい、でここ雰囲気もめちゃくちゃいいんで、なんかねちょっと大人なデートにもいいんちゃうかなって思いましたね。はい、なんで皆さんもぜひ隅田川浅草行ったからにはここぜひ立ち寄ってみてください。はい、ビールも飲み干しまして、まあ、今回はねちょっと締めビールということで、あんまり深酒はせずにあっさりと終わっときます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。とても美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
いやもうめちゃくちゃうまい最高のビール、そして締めでしたね。はい、美味しかった。じゃあ帰るか。よし、じゃあとりあえず帰ります。ライフスタイル。はい、というわけで帰ってまいりました。ありがとうございました。テレス飲むか。テレス飲んで、最後の最後の締めビール飲んで、終わりましょう。終わりましょう。ありがとうな。今日は締めビールはレオビールで。じゃあ、ありがとうございました。浅草旅ありがとうございました。マジで今回ありがとうございました。もうほんまに普通に浅草を満喫できたっていうまあちょっとどういう編集になってるかわかんないんですけど、普通にもんじゃ食べてビール飲んで、ちょっと浅草寺もお参りできて、でスイーツもありつつ、最後にはビールも締めつつで、やっぱ結構良かったんちゃうかなってやっぱちょっと自己満開になったら申し訳ないんですけど、なかなか僕らはもう最高のっていうか、ほんまにもう最高の旅ができた、最高の観光ができました。ありがとうございました。で、まあ参考になるかわかんないんですけど、ぜひ皆さんももし浅草行かれる場合はちょっと参考にしてみてください。はい、ですなんで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。なんでまたこう東京トピックこんな感じで、まあ次はいないかもしれないですけど、僕またソロになるかもしれないんですけど、また楽しい動画をお届けしたいと思うんで、これからもよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。 Thank you, 落ち前ビデオ。 See you next time! ポンポン。チャンネル登録よろしくお願いします。ポン。